中学2年生14歳のココナです。今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いします。
集合写真撮ります。可愛くないですか？Thank you.
の反対からだ。じゃあ次次。胸がプルプル。思い切り思い切り。美味しい。刺さった。的に入ったら何でも使ってあげる。マジ？あの黒より中で。ちょっと待って。ありがとう。絶対買えよ。今度青より中だったらもっと金額張っていいよ。それは500円だ。何回引きます。あ、これですか。本当。無理なんだけど。何回やったら。毎回ちゃんとやったよ。黄色いところ。青に刺さった。青やん。すごいじゃん。なんか上に行く。どれが正解か。Thank you.
Ha ha.
もかぶりも待ってるよ。しました。安全バンドをロックいたします。シートがね、少し浮き上がりますのでご注意ください。はい、皆さんこんにちは。ごめんなさい。大丈夫ですよ。編集になるので。皆さんこんにちは。ロゼリアチャンネルのゆなみです。ゆきのです。ロゼリアです。待って、本当にごめんなさい。皆さんこんにちは。ロゼリアチャンネルのゆなみです。ゆきのです。ロゼリアです。よろしくお願いします。ロゼリアチャンネルでは1万円企画とか、前和集団でワニの汁、ワニのアセス、ヒアのジュースを飲んだ動画とかが上がってますので、ぜひ見てください。概要欄にゆうくんが URL を貼ってくれるので、ぜひそこを見てください。以上、ロゼリラチャンネル、ロゼリラチャンネルの以上、ロゼリラチャンネルでした。ありがとうございました。はい、おはようございます、こんばんは。アイドル追っかけ YouTuber 本命です、ということです。あ、これ2回目かな、挨拶は。あ、まあいいや。ということでね、先ほどですね、ちょっと使うはずだったロゼリラチャンネルを開始しますっていうですね、動画を改めて前に撮ってて、それでですね、ちょっともう使われないかどうかわからないんで、ちょっとさっき流しました。はい、でですね、実際にですね、どうやら来年の4月かな、わかんないですけど始めるらしいです。まあ本業はね、アイドルですので、まああれなんですけど、でももし本当にですね、 YouTube、YouTuber らしきものをやるとしたらですね、
ちょっとやってもらいたい企画とかあるんですけどね。そうだな、何がいいかな。そうだ、例えば私が普通に焼きそばを食べる、そこへドッキリとしてですね、ななみさん、瀬田ななみさんがですね、わさび入りの焼きそばをですね、ちょっと入れといてですね、食べるという。で、新田幸乃さんにはですね、ちょっとタバスコをかけといてですね、それを食べさせて、果たしてどうなるか、そういうことをちょっとやってみたいですね。それがいいに決まっている。いやどうしようかな。いやいやいや、それは幸乃ちゃんだけにしてくださいよ。そう？そうしようか。はい、そうしようかね。いや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 、なるちゃん辛いの好きだから、なるちゃんにしましょう。いや、いきのちゃんが好きなんですよ。なるちゃんが好きなんですよ。なるちゃんが好きなんですよ。いや、なるちゃんが好きなんですよ。いや、なるちゃんが。どうしたらいいもんかね。なるちゃんが好きなんだ。あ、いけない。もう時間だ。あ、お宅の皆さん、ちょっと来て、ちょっと来て。お宅の皆さん来て。はいはい。ちょっとね、あれです。ちょっと多少のタイムラグ。あ、まあいいや、ちょっと。カウントダウンをやるよ、カウントダウンを。じゃあですね、もう時間でいきますよ、カウントダウン10秒前、9、8、7、6、5、4、3、2、1。明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。私もよろしくお願いします。よろしくお願いします。でさ、はい、辛いの好きじゃん。いやいやいや、ゆきのちゃん、いやいや、なるちゃん辛いの好きじゃん。いやいや、なるちゃん辛いの好きじゃん。いやいや、好きじゃん。なるちゃん辛い